こんにちはお疲れ様ででございますすの久保です今回の舞姫大学のテーマは下着コスプレでございます、うんはい、え非常にですね女性に対してこの動画を送るのはどうかなと思ったんですけどもまあ50を過ぎたんで、まあ、許してくださいということなんですよ、まあ、というのがね前々からちょっと気になるところはあったんですけどもいやなんでねそのハロウィンともなると女性はなんかちょっとこうねエッチな格好をしてね街を歩 きたがるのかななと思うわけなんですよでそう思わない人はまあそもそもコスプレしてハロウィンに行かなかったりとかハロウィンに行ってもまあねあの別の楽しみ方をする程度だと思うんですよ。でもっと言うとねハロウィンって子供たちの仮装をして大人たちが家で待っていてやってくる子どもたちに「どうぞ」ってお菓子をあげるっていう風習のはずなのになんか単なるねえなんか。<laughs> 露出感になななってるのかなと思うわけなんで、すよでそれが同行して、その、USJ、テーマパークなどで、その、下着姿で出回る女性たちみたいな形で報道されてましたけども、いや、私、報道があったってことしか知らないんで、実際どんな格好か見てないんですけども、まあ、USJ がね、えー、異例の公式見解を出して、まあ、東映にふさわしくない方の入場は、ちょっと、お断りしますみたいなことだったと思いますよね。それがまた話題を呼んで、あ、そんな人が、 ファミリーで楽しむべきテーマパークに出入りしてるんだなと思ったらなんか投げかわしいのかどうなのかその判断すらちょっと難しいなっていうところがあるんですよね。まああのその女性がね惜しげもなく自分の体を見せたいっていうのは自信の表れなのかもしれませんし普段の鬱屈したあの部分がそういうところにブレイクしてるのかもしれませんしまあ私は基本的に自由でいいんじゃないかなとは思うんですが。 うん、思い出すのはねそのかつてジュリアナ東京みたいなところでもお立ち台っていうので戦争を持って振り上げてる女性が確かに下着姿だっったたたとと思思ううんんでですすよよもしくは下着着みたいな着衣だだから昔からあるじゃないかなっていう声はあるんだけどもでもねジュリアナ東京はドレスコードがあって入場制限があって18歳以上じゃないとダメでみたいないろんな条件があって限られた人とかそういうのが大丈夫な人が集まる場所っていうところではあったと思うんですよ。 でも、ユニバーサルにしてもそれから路上で行われるハロウィンにしても望まない人がそこにいるってことを考えなくちゃいけなかったりとかねあとあの女性全体でくくっていくとそういう人がいるから女性の地位が上がらないとか女性がすぐにね性を売り物にして男性にこびてるとかっていうふうな評価が女性の中からも起きてくるのかなそして女性の間での分断が起きたりとかねそういうこともあると思いますし結局男性もあの 女性が脱げば注目されるっていうふうに安く見られてるのかなと思ったらやは一部にはきちんと人格を図る男性もいるんでねそういった方に対する、まあ、侮辱にもつながりかねないんじゃないかなとかねさまざま思っちゃうんですけどもさあまとめて言うとですねなんでハロウィンともなると女の人は女の人は全部じゃないけども脱ぎたがる女の人がマシンで現れてくるのかなってことなんですよね。普段してなないいわけじゃないですか なんでハロウィンになるとそういうふうにねあのハメを外すのかなもしくは普段の本来の姿を見せたいのかまあその辺の心理は分かんないですねまあいずれにしても私の住んでいる田舎ではそういうことが起きませんのでどうでもいいっちゃはどうでもいいんですけども、うん、ただねやっぱり遠くから見て聞こえるその一つのね、えー、好奇心として何、うん、でそういう人が出てくるのかなっていうことをその女性目線でナミさんからお話しいただければ。 何かの参考に参考にはならないかまあでもよくわかんないですけどねえなんでなんだろうみたいな素朴な疑問ですよねうんそれからユニバーサルジャパンも、うん、いろんな格好をして行きたがるのはわかるんですけどもでもそこにはねやっぱりこう小さいお子さんもいらっしゃったりとかファミリーで楽しく楽しんでらっしゃる方がいてさすがにほら昔家族でテレビを見てる時になんかねラブシーンとかエッチなシーンになったら <laughs> みんなで気まずくなって、お母さんが台所に行って、なんか子供たちは片づを飲んで見守って、お父さんは新聞こうやるならこうやって見るみたいなね、ギャグ漫画みたいなシーンがありますけども、やっぱりこのファミリーでいる場にふさわしい画面とふさわしくない場面ってのがあるんじゃないかなそれがまあいわゆるつつましさとか建前ってものであったりとかね。でも根本的には人間には、まああの、性欲とかね、あると思いますし、女性は女性で自分の美しいところ見てもらいたいっていう気持ちもあると思うんで、完全に排除しようってことじゃないんですよ。 ただしその場にそぐわない TPO っていうのがあるんでさすがにね子供たちが楽しむべき場所で女性が率先して脱いでくるっていうのはどういうことになっちゃってるのかなってうことがあったりとかそのテーマパークの,その公式声明が緊急で出るほどに問題を起こす、ね、女性の,なんかその傍若無人さんなのかそれとも何か。 あのまあ、男性が察しているのか分かりませんけどもどうなっちゃってるんだろうみたいなことがありますね。うん、でジュリアナ東京はやっぱりそのクローズドなところでやってるんでそれはそれでいいんじゃないかなと思うんですよそれを OK とする人がそこに集まっていてではからは見えないわけですからね。うん、どういうういことなんでしょう、ね、っていうのがねなんかちょっと最近気になったニュースかな。というのが高須クリニックの。 あの息子さんが今ねユーチューバーとして活動されていてサムネイルだけ見たんですけども何でそういう人が現れるんでしょうかみたいなね質問だったと思うんですけどそれにどう答えたのか分かりませんけども多分高須クリニックのその何、ね、ていう三木さんですかミキヤさんもユーチューバーのミキヤさんも個人的には別に反対しないけどもお子さんがいらっしゃったりとかあの大人ってこんな変な人がいるんだっていうふうに。 大人が安く見見られないためにも節度をを守る姿を見せる姿せっていう意味でもそういう場所でユニバーサルみたいなファミリーでいる場所であの女性が率先して脱いでる格好を見せるっていうのはあんまり良くないんじゃないかなっていうふうな喧嘩を出したような気がするんですけどね <laughs> はいということでございましたあのなんでユニバーサルじゃないや何だっけハロウィンになるとねそういう人が出てくるんでしょうかみたいな理屈としてはね水着とおんなじところが隠れてるからじゃあ水着も 卑猥なんですかって言われたら、そうでもないなと思うんで、なかなか私からはね、すごくコメントしづらいんですけども、うーん、まあ、どうしてなのかなと思うわけですよね。どうしてなんだろうかと。<laughs> はい。わからないかもしれませんけどね。これ答えがないのかもしれませんけどね。はい。じゃあ、以上でございます。今回も動画を送っていただきましてありがとうございました。そして通信状態いろいろと悩ましいと思いますけども、いつもいつも本当にお疲れ様でございます。